お、この、で、BGM を流していただける。無音にしちゃったことで。画面は開発中のものですね。出てますね。あ、ほんとだ。画面は開発中のものだ。で、これもあの、ループさせちゃってて大丈夫です。で、ノエルの特徴として、はい、このゲームのスマートコンボっていうシステムがあるんですけど、ボタン連打で簡単にコンボを攻められるスマートコンボっていうシステムがあるんですが、ノエルのもともとブレイブルーにあった、はい、チェーンリボルバーっていうドライブ性能は、このゲームにおいているスマートコンボの立ち位置になってます。三角ボタンを連打することでチェーンリボルバーを出すことができるということでございます。いやー、もうスマートって言葉がいいですよね。やっぱスマートに決めてくれるシステム、はい、もう僕の憧れでもありますからね、スマートはね、今ね、はい、そうなんですか。あー、そっちですか。そっちです。はい、ラストミールですけども、入れてありますね。で、これ以前のキャラクター紹介 PV とかと結構このゲーム中のユーザーインターフェース、体力バーとかヒートゲージの、あ、スキルゲージのところとかが結構デザイン変わっているので、その辺にも注目していただければなと思います。そして声も新録ですね。ちょっとまだいろいろ未調整なところはありますが、まあ、画面は開発中のものでございます。はい、やっぱね、このね、デザインに対していろいろつこうかなと思ったのに、はい、先に言われちゃったよ、小沢さん。あ、すいません。で、このアンダーナイト、アンダーナイトのステージとかね、結構ね、結構普通のこのなんだろうね、都心でこいつ銃をぶっ放してるところ、相当やばい。これどこですか。これはアンダーナイトインバースのステージですね。はい、これアンダーナイトインバースのステージなんですけどね、はい、これね、捕まっちゃいますね、これ完全に。いや、はい、まあ、原作にあって必殺技も一通り入っているという感じになっております。まあ、だけどほら、アンダーナイトインバース、ほら、この夜だったら別にね、はい、何しても、うん、だって。まあまあまあ、夜ですか。銃ぶっ放してるよりもさ、あんなでかいカバ振り回したり、日本刀振り回したりするんだからさ、そいつも捕まえるよ。だってさっきのキャラ紹介 PV よく見ていただければ、だって反乱、反乱の筋肉男がだって女の子ボコボコにしてるんですよ。あれは結構やばいっすね。通報待ったなしですよ。夜だから何でもいいというわけじゃないんだぞ。騒音騒音、うつろの夜、うつろの夜は恐ろしいな。まあ、これ今簡単に4ヒットコンボしてますけれども、これもスマートコンボですね。四角ボタンを連打することで弱攻撃連打で今みたいなコンボをすることができるんですね。ほうほう、はい、これ簡単なんですよ。非常に、この辺はかなり、そうですね。そろそろ次行きますか。はい、はい、じゃあ次の動画、はい、次はじゃあちえちゃんかな。ちえちゃん、はい、ちえちゃんお願いします。お願いします。最近ちょっと森さんは変顔にお熱なんで、はい、さあ、というわけでちえちゃん持ってきました。まあ、こんな感じで、いかにも拳で戦いますという感じの構えから始まり、まあ、ペルソナ共鬼を使った攻撃も入ってますね。はあはあはあ、原作だった黒天撃って必殺技はこのスマートコンボに含まれております。ほうほう、なるほど、はい、こんな感じでペルソナを使って攻撃する、これは強攻撃ですね。強攻撃、はい、相手を凍らせるブフ、こちらも D の強攻撃に入っております。こんな感じでね、こう肉弾戦で戦うキャラプラスペルソナを召喚して戦うという感じになってます。この辺から必殺技、これね、ちえちゃんを代表する必殺技の一つ、ドラゴンキックですね。はい、空中にいる相手にドコーンとぶち込んで大ダメージを奪う技となっております。これね、僕モーションすげえ好きなんですよ、かっこいい。トモエを利用して無理由で、はい、こんな感じで切り技ボッコンでぶっ放すキャラっていないんですよね。あ、そうですね、ないですね。ライチのエクシードアクセルくらいじゃないかな、こういう斜め上のキックのモーションが入ってるので。あれはモーションだけ、はい、今どっちかっていうと演出じゃないですか。そうですね、でも、はい、単品の必殺技は、はい、お、なんかキラキラしてる。うちだとあとジャムがいますよね。確かに確かに、はい、アグニアストラもありますよ。アグニアストラ、アグニアストラは空中で出すことができます。地上は2種類ありますね。これかっこよくないですか。これかっこいい。ペルソナとペルソナ同時攻撃プラス番長って言ってた、ナルカミと知恵の同時攻撃っていうタッグっぽい動きもできるということですね。いいな、今の熱い、はい、すごいペルソナっぽかったですよね。そうですね、すまさにペルソナのタッグっていう感じの組み合わせをすることもできますよ。はい、これも頭に戻ってきてるんですけど、まあいろいろ画面は開発中ではございますが、こんな感じで着々と開発が進んでおりますと。いいすね、いいすね。中井さんもあれですか、はい、どのキャラ使おうかなと。どれ使おう、前回 の、 はい、イベントでちょっと触らせていただいて、はいはい、やっぱちょっとなんか素早い方が私好きっぽい。なるほど、だからって未発表のキャラ言っちゃダメですよ。はい、言わないぞ。ダチョウ倶楽部じゃないですよ。ドキドキ。じゃあ動画はこの辺でいいかな。はい、はい、では続いて、ワレンシュタインですね。ワレンシュタイン、アンダーナイトインバースのワレンシュタインの動画お願いします。お願いします。さあ来た、もうレイチェルを、でかでかい、やはりでかい。
もう圧がある。画面に入りきってないんですけど。バレンシュタインはこんな感じで歩いてね、この重厚な歩きからのバックステップと、このキャラは歩きと、前々でステップをすることができます。おお、なんかもう圧がある。なんかこの対比がやばい。サイズ感。サイズ感の差がすごくてる。これはブレイブルクロスタグバトルのシステムの一つであるクラッシュアサルトですね。2人で同時攻撃を行う、中断判定の技となっております。すごい。でこれあの僕資料持ってきたんで、おあの資料必殺技名が覚えられなくて、アイゼンネーゲルは、めっちゃドイツ語やん、うん、いわゆる 236A だとアイゼンネーゲル、はい、そしてビルベルビントも入ってもらいました。これが、まあ、ワルシュタインといえばコマンド投げ、はい、ドレーエンドルヒボーレン、ドレーエンドルヒボーレン、こういう基盤もあります。声優さんがいるんだから読んでもらわないと。はい、ということでしょう。ドレーエンドルヒボーレン、コマンド投げ。コマンド投げ。あ、ここまでね。はい。ヘアデルーベン、猫騙し。だ、猫騙し読んでます。ごめんなさい。これ俺の、これどういう技かなって書くやつ、猫騙し。書いてあるんだ。ごめんなさい。書いてあったから。説明用の。ごめんなさい。まあ、やっぱこういうね、まあ、長いリーチ、まあ、巨大な体を持っているパワーキャラで、かつ投げキャラっていうね、このリーチが長いので、こういうね、キャラクター好きな方は刺さるんじゃないかなと思います。当てやすいんですか、はい、大きいと当てやすくなるんですか、はい、あ、相手から攻撃受けやすいって話ですかね。どっちもありますね。そうです、どっちもありますね。やっぱりでかいキャラっていうのは自分のリーチも長ければ相手からの攻撃も当たりやすいっていう、まあ一長一短というかですね、メリットメリットあったりしますけれども、ほうほう、逆にそういうキャラが好きっていう方も多いので、そういう方にはぜひ、ね、ド派手に、はい、動き回ってほしい。ド派手に決めるぜ、かっこいい、どうしたの、いろいろね、なんか僕も思うところがありまして、結構あの原作 の, あのコンボ中にこのドレーンドルフィボーレンが、まあ、ガード崩しにも加えてこんな感じでコンボ中に組み込めますよっていう、まあ、加えて、まあ、空中版のドレーンドルフィボーレンも入ってます。今の声面白かったな、はい、まあ、結構分かってねえ的な声だったんですよ今。そうですね、まあ、よく分からないと。まあ、この辺は格ゲーマー的なお話になってくるんですけれども、はい、はい、という感じになっております。かっこいいが正義、かっこいい、確かに、うん、結構我かっこいいと思うんですよね、うん、俺も好きですよ、怪獣感、はい、金属感がいい、うん、そうじゃあそろそろ次、はい、そろじゃあ戻してくださいそしてそろそろ、はい、例のキャラですね。まだどこにも見せたことがない。で、ね、PV でチラッと出たぐらいで、はい、W のキャラですね。 W のキャラで、はい、ワイスでいいじゃないかよ普通に、じゃあワイスの動画をじゃあお願いしますどうぞ。さあ、どういうこと。あ、氷同士、そうですよ、氷同士にタッグを組ませていただきました、はい、結構モーションにはこだわりを持って、美しいだモーションが、そうなんです、いちいち流麗な、いちいちつったけれども、綺麗、はい、細かい所作が非常に流麗なワイズシュニーちゃんですね。かわいっす、かわいっす、声も日本語版になっているぞ。あ、ほんとだ、はい、まあ、原作で使ったモーションなんかをふんだんにこう取り入れてる感じですね。素早い、はい、結構突進力の高い突進技だったりとか飛び道具を持っているキャラクターになってます。見てくださいよ、ルビーちゃんと2人で、おーおーおー、いいな、ね、ルビーちゃんと2人でコンボを決めることもできますよという感じですね。画面は開発中のものではございますが、女子タッグいいですね、はい、ですね、女子タッグ見したい。まあ、ワイスが白雪姫で今回発表したユキコが黒雪姫なので、うん、白雪姫と黒雪姫でタッグを組むなんてこともできちまうということです、ね、なるほど。いや、これがやっぱタッグの醍醐味ですよね。やっぱ組み合わせを妄想するの楽しい。向こうは日本舞踊でこっちはバレエだからね。確かに、はあ、なんかいいですね、和洋折衷でもあるという、うん、いい感じなタッグができそうな感じでございますね、はい、そう炎と氷とかね、はい、いいですね、雷と氷とかね。今さ、はい、コメントに、はい、なるべくガニ股感が足りないとか言ってガニ股感が足りない。まず本編でやっぱほらバレエのキャラクターなんで、たまにこういうガニ股っぽいポーズをするときあるんですよ。なるほど、ナイス、どっかに入ってます、どっかに入ってます、入ってるしっかり、それも待っててください、うん、楽しんでください、おーまあでも美しいな、懐中ですがこんな感じで着々と進んでおりますよということで、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします、はい、というわけで、前回発表したキャラクターの動画は以上となります、はい、また次